鍵に足りてなかった常備薬に、いやちょっと待った、なんで私馬乗れないんだった。馬？そうか、前は光秀さんに乗っけてもらって。光秀さんって兄がいたらあんな感じかな。お嬢さん酔っ払ってるな。高見ちゃんのご主盛りありません。ほら、私より吉井の方がメールが多い。それがどうした。つまり雄二の浮気相手は吉井。なわけあるか。雄二の家に泊めてもらえないかな。今夜はちょっと帰りたくないんだ。おい待て、翔子、これでよし。変な人、ナウ警察に電話。小学校好きなの。誰が。ちょっと君たち、小学校を覗いてる変な男がいるって通報があったんだけど。え、あんただあんた。こんな穴見つけちゃったら突っ込まざるを得ないでしょう。確かに少年心も男心もくすぐられる状況ではあるが。何言ってんのおまわりさん。ちょ、さやかさん。ごめん。かる。もうお前黙れ。一発殴って終わりにしてやるから。始まってもないんすけど。ごちゃごちゃうっせえよ。って、なんだ。先輩。すいません、風でピュンと飛んでっちゃって。え、そんなピンポイントな突風が。はい、ピューンってびっくりです。あとそこ入りたいんですけど。え、ああ。おい、ですよね。ぶっ殺す。うさくん、どうしたの。 あんたもな。いや、俺が学校近くに捨ててあった古雑誌の紐を解かずにエッチな本を抜こうと四苦八苦してたら、直接受けて、また君かって家まで連行されたのが功を奏したな。こーくっちー。で、どうした。いや、ちょっと思い出し笑いを。思い出し笑い。妹を泣かしやがって。泣いてない。違います。裸を見られた分こっちの方が迷惑を被ってます。だったら俺も脱いでやるよ。ほら、何でも見せようとしてんのよ。こうなったら。究極のラノベを作るんじゃなかったのか。作るわよ、必ず。そのために今は魔力を充填しているの。傑作を作るため英気を養っているの。ダメだこいつ、ゴミだ。次は誰だ。なんだ。俺が作った曲だ。ベストフレンド、聞いてくれ。聞くかそんなもん。つか何ですってキメキメなんだ。カラフルカラフルシミルバー、恋の旋律、鉄色メタイク。やるじゃねえか。頑張れカキリさん。いいな。こんなひでえ歌初めて聞いたぞ。やんのかこら。シュビドバー。何すんだてめえ。シュビドバーだこの野郎。やめっか。ちょ、デンク。私のこと嫌いになっただろう。いや、そんなことは。嘘だ。だって私ずっとお前に悪口ばっかり言って嫌な女だった。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。これは病的なまでの行為が常軌を逸した行動に発展するというヤンデレフラグ。関わりたくない。でも大丈夫だよ。僕とリン君の友情がこれぐらいで壊れるもんか。本当。ああもちろん。そうだよな、さすがソーダだ。そうだ、攻略済みフラグだと。あのリン君がなんで、なんでこんなちょろい子に。